はい、こんにちは、勝俣博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、バン、 Amazon のダッシュボタン、ダッシュボタンでございます。はい、前回ね、生放送では言ったんですけど、何買ったでしょうみたいな、ダッシュボタンというものがありまして、 Amazon プライム会員限定ですね。はい、いろんなところに、要するに、まあ、アリエールだったら洗濯機の場所の近くに置いておくと便利。何かというと、ボタンをワンプッシュ押すだけで、もうすぐ、どのぐらいかな、すぐ商品が届くっていうアイテムです、このダッシュボタンっていうのはね。ちょっと一応ちゃんとね調べます、 Amazon、はい、お気に入りの商品をワンプッシュでということで、こちらでございます、アリエール。はい、3ステップ、まずはこちら、登録する、自分の頼みたい商品を登録する。要するにアリエールも種類がたくさんあります。なので自分が欲しいやつをまずは登録、はい、でボタンを好きなところに置く。これはね、引っ掛けることもできるし、このまんまの状態で置くこともできる、うん、っていうやつです。厚さはこのぐらい、全然薄い、ちっちゃいし、手のひらサイズで、まあ普通に引っ掛けておくのもよしって感じですね。でボタンをここ押すと赤く光ると思うんですけども、今赤く光ってますね。この状態で、今もう赤でだから多分登録してないので全然まだダメだよってことだと思うんですけども、プライムの配送で商品をお届けということなので、これはね、うん、もうすごいです。はいはい、なので今セットアップをねしていきたいと思います。はい、ということで、まず画面見ていただけて、アプリを開きます、Amazon のね。で、アカウントサービス、こちらタップ。はい。そして、下の方に、ダッシュ端末とあるので、新しい端末をセットアップ、こちらを押します。はい、そうすると、初期設定を行います。で、セットアップには Wi-Fi が必要ですということですね。で、こちらの、Bluetooth をまずオンにします。はい。そしたら、こちらのね、ダッシュボタン、これのボタンを長く長押しで青くなるまで押します。で、そしたら離します。で、接続ボタンを押します。そうするとダッシュボタンと接続します。節約って何だ。はい、そしたら Wi-Fi を設定します。はい、セットアップが完了いたしました。そしたら商品を選びます。はい、この中から選んで1種類ですね。そうするとボタンを押すと、その選んだ商品が注文されて届くようになるということですね。はい、そうすると、いろいろ住所とか出て、ここでいいですかっていうことで、セットアップ完了。これで完了。で、通知をオンにする場合は、通知をオン。はい、完了いたしました。ですので、続けて、こちらのね、シック、ハイドロの方もやっていきたいと思います。はい、ということで、セットアップが完了いたしました。2つともね。なので、これもう押しちゃうとね、注文されると思うので、このシック、ハイドロ、ヒゲ剃りの替え刃は欲しいので、ちょっと押したいと思います。いきます。お、白く点滅してます。すごい。うん。白く点滅して、あ、来た。緑色。お、今 iPhone の方から通知が来ました。シックハイドロダッシュボタンの注文が送信されました。いくらです。来ましたね。これだけでもう OK ですね。で、多分もう一回押しても多分大丈夫だと思います。ご注文だよっていうのが分かってると思うので。多分2回押しても多分大丈夫だと思います。いや、わかんない、ちょっと怖いからやめておこう。まあ2個あってもいいんだけどさ、一応もう1回押してみるよ。あ、やばい、白く光ってる。まあいいんだけどさ、別に本当に会話だから。あー、注文された。あ、違う、重複注文を有効、あ、完了していません。そうだね、前回のお届けが完了していません、重複注文ですって今書いてあったので、やっぱり大丈夫ですね。あとは多分スマホの方で操作するんだと思います。はい。ですので、これをね、置く際に、押しちゃうと、
わかんない。でもスマホでこれから操作があるのかもしれないから、一回ちょっとスマホ見てみますね。はい、ということで素晴らしいです。大丈夫でした。で、注文は1個だけでしたね。はい、素晴らしい。だから次のちゃんと商品が届いてもう一回押すことが有効になるっていう感じなんでしょうね。これは本当にすごいいいものを買いました。で、初回の注文は500円マイナスなので大変お得です。ただダッシュボタンを購入するのに500円かかるので、初回の注文が500円マイナス、実質500円無料みたいな形なんですね。はい、ということで今日ご紹介したのはこちらの Amazon ダッシュボタン。種類はたくさんありますけども、まあそんな言うてたくさんはないけどね、日常で使うような商品が多々ありますので、ぜひそちらをプライム会員になってる人は使ってみてください。ということで、また明日。